ゼベダイの子のヤコブは、新約聖書に登場するイエスの使徒の一人で、使徒、ヨハネの兄弟である。アルファイの子ヤコブと区別して、大ヤコブとも言われる。聖人の概念を持つすべての教派で、聖人として数形されている。聖教会では、小福音者、ヨアの兄聖使と、イヤコフと呼ばれる。マルコによる、福音書一時十九分二十によるとヤコブは、父ゼベダイ。 兄弟ヨハネと共に、ガリラや後半の漁船の中で、網の手入れをしていたところをイエスに呼ばれ、そのまま父と雇い人を残してヨハネと共に弟子になった。彼ら二人は、ボアネルゲスと呼ばれていたようである。ヤコブは、エルサレム教会においても一貫して、中心的な立場を占めていたが、使徒行伝12、2によると、ユダヤ人の関心を買おうとしたヘロデアグリッパ一世によって、捕らえられ、 殉教したという、44年頃のことと推定される。旧世紀、ヤコブの遺体とされるものが、はるか遠くスペインの、現在のサンティアゴでコンポステーラの地で、奇跡的に発見されたとされる。その頃のスペイン地域は、イベリア半島においてのレコンキスタの最中であり、イスラム勢力と戦っていたキリスト教勢力を守護、する、または、 キリスト教徒勢力がイベリア半島を制圧する行動のシンボルとして熱狂的に崇められた。このためスペインの守護聖人とされるとなる。このためサンティアゴでコンポステーラはイベリア半島のみならず、西方カトリック世界における代表的な巡礼地となり、三大巡礼地の一つに数えられるに至った。巡礼路は整備され、巡礼を世話することを目的とする修道院が、 配置されるに至った。今も同地は巡礼の聖地として信仰を集めている。巡礼路の中核を成すものは隣国フランスに発しピレネー山脈を越える巡礼路である。詳細はサンティアゴでコンポステーラの巡礼路を参照。ホタテ貝はヤコブのシンボルでフランス語ではホタテ貝を聖ヤコブの会と呼ぶ。英語圏で多いジャックの名は彼の中あるいは 旧約聖書に登場するユダヤ人の蘇・ヤコブにちなむジェームズ、またはジェイコブの愛称である。ただし、ヨハネを表すジョンの愛称である場合の方が多い。なお、フランス語のジャックはヤコブに相当する名前である。カトリック教会における記念日は7月25日。聖教会での記憶日は4月30日。聖教会歴2008年日本ハリストス聖教。 海峡団発行、ありがとうございます。